皆さんおはようございます。今日も筋トレとストレッチ皆さんと一緒にやっていきたいと思います。まずはグラの姿勢を整えて座骨まっすぐ下、首回しから行います。頭遠く、反対も、右手を上げて左に滑らす、斜め遠くを通っておでこ鼻先ついたら中央に戻り、ゆっくり起きてきます。反対も行きます。手先遠く、斜め遠くを通ったら体脱力して中央に戻し、ゆっくり起き上がります。はい、そしたら今日は背中、内ももの筋トレやっていきたいと思います。うつ伏せになって、手はおでこの真下、右足から内もも締めてあげていきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。反対、ワン、ツー、スリー、4 5 6 7 8 両足1 2 3 4 5 6 7 8 両手バンザイします。右手上げて左足上げる。1 2 3 4 5 67 8 反対、1 2 3 4 5 6 7 8。 はい、ゆっくり戻してきて、かかとの上にお尻大きく伸びます。はい、戻していきましょう。そしたら少し内もも使ったのでストレッチのパートします。足を横に出し、つま先天井でフレックス、左手上げてつま先を持つ、余裕があれば斜め遠くを通っておでこ鼻先が床、中央まで滑らせて戻してきます。右手を膝の上、左手を大きく後ろにツイスト、リラックスして戻してきます。反対の足も行きます。つま先フレックス、右手を大きく遠くから上げ、つま先を持つ、余裕があれば斜め遠くを通っておでこ鼻先床、手先遠くを通って中央に戻し、自分のペースで起き上がります。はい、そしたら最後に深呼吸しておしまいにしたいと思います。いつもの呼吸法、鼻から吸って口から出す、この深く長い呼吸を繰り返していくと自律神経が整って心と体が健康になっていくと思います。ぜひ毎日続けてください。お胸の前で手を組んで、ふう、背中丸める。吸う時に大きく伸びをして、吐くときに背中緩める。肩甲骨同士寄せ合って、お胸は天井に、おでこ鼻先床についたら、さらに拳を遠くに押し上げて、ふう、手脱力、ゆっくり浮き上がります。ふう、丸めます。吸って伸びます。吐いて緩めます。吸ってお胸を開きます。吐いておでこ鼻先床、最後手を遠くを通ってゆっくり戻してきます。ラスト、ふう、丸める。吸って伸びる、吐いて緩めて、お胸を大きく開いて、吐きながら前に、ゆっくり手を解放して起き上がります。今日は内ももの筋トレ、
そして床に密着しているお腹は少し上げるタイミングでお腹のマッサージもされています。とてもお腹に腸内も整ってくるエクササイズになりますので、ぜひ続けてやってみてください。それではまた明日も行いますので、皆さん今日も一日いい一日になりますように、健やかにお過ごしください。それではまた明日。